ここでは普段は、ちょっとお借りしますね。うわー、綺麗ですね。こういった指輪の枠など金属工芸品を主に作っていらっしゃるんです。さて、この方がやってらっしゃるのはすごいですね。バーナーを使って銀製の装飾金具にロウ付け作業を行っているところなんですけれども、ちょっとよくこの装飾金具を見てみますと、古代ペルシャ秘宝展で展示されて偽物騒ぎで話題になりました有翼獅子門飾り金具と全く同じものを今作っていただいているわけなんです。実はこの偽物の飾り金具一つだけではないんです。この作業は2日前からお願いしているんですけれども、今現在ですでに7個偽物が出来上がっているんですね。秘宝というからには世界に1つか2つしかないはずなのに、こんなに簡単に、しかもこんなに数多くできてしまうなんて本当にびっくりしてしまいました。しかももしこの偽物が何らかのルートで海外に流れていって巡り巡って大きな展覧会に展示されたとしたら、それは古代オリエントの美術品を扱う人たち、そればかりかそうした秘宝を愛する人たちの心に受ける打撃はどんなに大きなものでしょうか。小木正弘です。まあこの夏の終わりに日本中を沸かせることになりました、ある大デパート山小倉が隠す必要もないあの例の三越のあの古代ペルシャ秘宝展事件、まあ、あれは結局その大デパートの政権交代劇から前社長の犯罪劇までこう進展してしまったわけですけど、実はあの展覧会に並べられた美術品47品のうち実に46点までがこの贋作フェイク偽物であったという、まあ、この凄まじさ、これに関してはお一人お一人それぞれのご見解をお持ちでしょうけれども、その一つはいや実はその今の日本の古美術マーケットっていうのはそんな風にこの偽物が横行する場所なのかということですね。あの事件を伝えました新聞のこの海外の声の中にも実はその日本というのは偽物のゴミ捨て場であるというふうな表現までございました。この1時間は決してこれは三越を責める番組ではない、私たちが追求したいのは実はその今の日本の古美術界、特にそのペルシャものと呼ばれる世界へカメラと証言を集中いたしました、現代偽物事情です。さあそれでは今日お二人のゲストをこのスタジオにお迎えしておりまして、まずお二人から一言ずつお伺いしたい。まず杉山さん、あの事件がなぜ今の日本で起こったかということですね。まあ、私の率直な意見を申し上げればですね、やはりその背景の一つ大きいモメントはシルクロードブームというものだろうと思いますね。でしかも、正倉院宝物というのがペルシャないしはイランというものをふるさとに持って、でそこから出土したものに対する異常な、まあ、関心と興味が、でそういうこのものを金を出せば器物が買える、そういうデザインが手に入るというようなところにですね、まあ、偽物というようなものを持ってきて、そして、まあ、騙すというようなことが起こってくるんでしょうね。日本人の夢が非常に巧みに利用されたということになりますね、はい、石黒さん、なぜ後になって考えてみると信じがたいああいう事件が今の日本で起こったんでしょうか。まあ、300年の伝統と信用を持っている三越を背景にしてですね、まあ、言ってみれば無知な売り手がですね、大きな購買力、販売力を持ったということが事情だと思いますね。ね、ともあれこの繁栄の時代日本にあふれているのは物、物、物。それは古美術の世界も例外でなく、数百万から数千万、いや億の値にも達する書画骨董の品々が大量に並んでギャラリーを埋めている。
本物偽物取り混ぜて怪しい光を放つ名作の数々。おそらくそこには日本の美術史上に向けて用意された特別のチャンネルがあるに違いない。そのルートに沿って暗躍する海外悪徳美術商人の往来をあるイラン人親子に語ってもらうことにしよう。 There is no such a dealer, many such a dealer in the world except a few which、one of them I name is Mahbubian and the fakes could be madeany place and they can bring to any place by smuggling. He's the boss. He sent people around every country and tries to sell fakes. Of course, he has gallery in America and in London. To sell fakes,He must show some original ones also mixed with the fakes. So he cannot show all of the fakes at once, like this exhibition which is made in Japan. 日本のコレクターに対してあまりテクニックはいらないです。日本の美術愛好者、特に外人の向こうから来てる外人は非常に信用するから。で、向こう来て、外人だから、いいもので持ってると思います、まあ、例えば10点の中に8個はいいもの安いものでね持ってて、で2つは偽物でもちろん偽物を勧めて売るです。これはもう今やすっかりおなじみになりました有翼獅子門この飾り金具という、これは実はこの番組のためにもう今まで偽物を作ったことがないってんで嫌がる工房を無理に解き伏せて拝み倒しまして、まあ作っていただいたもので、しかしこれでも1個1万円以上はもちろんするわけで、しかしこれと同じようなものが、例の秘宝店には並びまして1000万円という、こう値段がついていた。大体こういう金属器を含めて中で並べられていた6点の美術品は日本の工房で作られたものであった。まあ随分この原価と、売り値との間に大きな開きがあるわけなんですけど、杉山さん、なんか一説によるともし本物だったら値段で売れるわけがないっていうのがあったそうですね。そうなんですね。もう3倍とか5倍の値段がつくものもございますね。なるほど。ということはもう値段の付け方自体がめちゃくちゃであったということですね。そこでいよいよ取材班の活動開始である。カメラとマイクを向けた最初の場所は甲府市郊外にある鋳物工場の町。すでに報道されているように、古代ペルシャ秘宝店に展示された作品のいくつかがこの町のどこかで作られていたという。その秘密の場所を突き止め、偽秘宝作りを改めて再現してもらおうという試みである。さて、スタッフが突きつけた要求に対して鋳物工場に働く人々が何と答えるか。まあ、工場であれば大体みんなやってますから。そうですか。キャストのあれはね、ただこれを作ったちとかは分からないですね。でもそれ専門家なんて分からないでしょ。うちはそういうの扱ってないです。細工屋さんとかですね、はい、彫刻屋さんみたいなところじゃないですか。写真からその立体的なところをどのぐらい上げるとか、まあ、いろいろあると思うんですけどね、まあ、やってできないことないじゃないですかね。ただその仕事でもってそのこういうものが売れるからっていうことでやるともあれ、偽物で作ってくるなんて感じは待つ、後ろの手待つもんね。さて、そこでスタッフが求める実験を試してくれる工場がどこかにないものか。そこでカメラとマイクは茨城県八千代町にある金属器製作工場へ飛ぶことにした。
には難しいですよね。そうですね、本物じゃなくてこの写真からですとね、はい、影の部分ので判断してその立体感、自分で想像するんですね、はい、だから その辺が非常に難しいところで、3等分したんだそうですね。そうですね、全くそれと同じ方法でやろうということで、はい、今回こういう3等分しましてですね、それで一応やってみようということになったわけなんです、はい、今入れて1時間ほど経ったところなんですけれども、先ほどの石膏がどうなったかといいますと、あ、そこに穴が開いちゃってますね。ということは中のろうが全部出てしまったわけなんですね。でこの中に銀を流し込むわけですね。後でね、700度になるまでずっとこれを入れておくわけなんです。その時間はあと3時間ぐらいかかるんだそうです。だいぶ色が変わってきました。液状になったところで先ほどの石膏が置かれるわけなんです。遠心鋳造機から出された石膏はすぐに冷たい水の中で冷やされます。さあどうでしょうか。石膏が全部溶けましたね。ちょっと見せてください。ご覧ください。分かりますか。これ尻尾の部分ですね。石膏から取り出された銀金具はこれから蝋付けという作業に入ります。蝋付けの修正の作業が終わりますと、それまでの過程で飾り金具がかなり汚れていますので、これを硫酸につけて洗います。そして水に入れて洗い落としまして、拭き上げますと出来上がりなんですね。黄色くなってる部分っていうのは何なんでしょう。これはやはり浴用の結局薬剤ですね、硫黄、はい、の入ったものが結局黄色くついてるということなんです。ですからこれをまたですね、ある程度こう擦りましてから、アンモニア水でもってまたこの上をちょっと軽く濡らします、はい、そうしますとこの黄ばみがだんだん取れますので、そうしますとだんだん色が出てきます。はあ、はい、出来上がりました。ちょっとご覧ください。はい、これが今回お願いしました偽物の有翼獅子門飾り金具です。お宅ではこういった美術品のいわゆる偽物作りっていうのは初めてですか。はい、今回初めてなんです。ちょっとね、頼まれた時もちょっとですね、尻込みしたんですけど、まあ、どうしてもということで、じゃあ挑戦してみようということで、まあ、今回のこういう、まあ、加工の段階と、挑戦ということになったわけなんです。石黒さん、まずこれはその古代ペルシャでは どんな用途に使われたものなんですか。これは大体着物に、くっつける飾りですからですね。もっとずっと軽いもんで打ち出しているんで、はい、もっとずっと軽いものなんです。それをこう鋳型で作っちゃったんでこんなに重くなったわけですね、はいはい、しかしまあ今やコピー文化時代でも何万円か出したらこれはもういくらでもこうできてしてしまえるわけですけれどもね、それだけにこの偽物作りの手段もこう一応ではなくなっているわけで、さあ次にはそれじゃガラス器、この偽物はどういうふうに作られるのか、この具体例をまあとくとご覧いただきたいと思います。まず釜の中からガラスの原料を取り出します。まあここまでは普通のガラス容器作りと全く同じです。その表面にこうやってアルミホイルを付着させると凸凹がつくんですね。それをもう一遍釜の中で焼く。それにこの古代色をつけるためにこの陶器の顔料を表面に付着させるわけです。
それをもう一遍焼いて釜から出します。さあ、すでに相当古代色が現れてまいりました。やがてガラス容器全体にこのガソリンと塩化スズを吹きつけます。そうするとこう青い輝きが出てくるんだそうです。最後にこの本体の化学水素の溶液にこう浸すと見事に数百年数千年前のガラス器に化けて現れるという次第です。我々絵を描く立場として、これはもう逆に古いものを研究するっていうことで模写なんかするんですけどね、はい、で高松塚の古墳が発見された時も現状模写っていうんでそっくりに記録的に模写してほしいっていうことでやったんですけど、これは偽物作りじゃないわけです。しかし結果はもう発見された時と同じ状態を再現するわけです、うん、悪くすると、まあ、偽物みたいになるんですけど、そうじゃなく記録的に作るわけですから、しかし偽物をその商売に悪意にやろうっていうのはそれも逆をいくわけですね、うん、しかしどうしてもその本物のようにはできませんね、うん、でやっぱり個性が出ますしね、材料やいろんなことがこうやっぱり違ってきますからね、目があればもういっぺんで分かるんじゃないでしょうかね。その目を養うためにはどうしたらよろしいんでしょうか。もう本物の一番いいものを見るわけです。その本物を鑑別していくポイントっていうのはどういうところにあるのか、一つ本物を手に取っていただいてこう具体的に教えていただきたいんですけどね、はい、これは16編に割れているサザンの銀器でもって、私は本物だと信じているものなんです。でこれをまあ見る時に、感覚的にはこういうものの見方っていうものは視覚だとか嗅覚だとか味覚だとか音感とかですね、重量とかですね、食感だとかっていうようなものがあるわけで、そういったものを総合的に見て、このものの表しているこういう図像がですね、当時の時代の約束っていうようなものに合致しているかどうかっていうようなことを見ることが一つですね。それからこういうものについての発掘地だとか現地の知識をよくわきまえていなきゃいけないっていうこと、それからこういったものの破片とかその他付け石になるようなものを持っていなきゃいけない、これも一つのそれのために持っているわけなんですけれども、そういったようなことだと思いますが、ね、そうするとその人の土地感、それからその本物に対するこの体験、それからデータの蓄積っていうのも非常に重要になってくるわけですね、はいはいはい。でしかし杉山さんね、我々こう素人から考えますと、その立石の石黒さんはずっとこう体験積まれてすごいこの造形の深さを持ってらしても、やはりこう人間である以上、やはり今のようにこうやっぱりご自分自身の体験が勘だけに頼らざるを得ないようなところがある、そういう点でもっとなんか客観的なこう科学的なこう検証というふうなものも一方でこうあっていいんじゃないだろうかって気がするんですけど、はい、その点はどういうふうになっておっしゃる通り、今考古学、日本の考古学もそうでございますし、はい、うん、それから、まあ、西アジアのこういう考古学もそうなんですが、かなり科学的なですね、まあ、カーボン14というのが一つでございますし、それから真岩の鑑別というようなものに、まあ、X 線だとか、それからいろいろなあの分析を、はい、まあ行っております。やはりそういう必要、それを噛み合わせる。しかしまあ基本的にはですね、今お話のやはり長年の学識および体験というようなもので、やはり人間が判断をしていくということですね。だから 100% この真岩というのはもうギリギリのところでは、はいはい、なかなかこの難しい問題をはらんでるということは一度あの皆さん方も考えいただきたいですね。ここに一つこの青銅でできた古い剣がございます。これはあの東大のイラク・イラン調査団が
が現地から掘り出してきたものですけども、これをその国立の文化財研究所で鑑定しました。その模様を一つ具体的にご覧いただきたいと思います。こちらの東京国立文化財研究所の保存科学部では、文化財の保存および修復のために材質の科学分析が行われています。こちらは非破壊分析室です。今分析が行われていますのは、先日早稲田大学が発掘しましたエジプトのマルカタ遺跡の神殿の壁画の材質の分析なんです。国宝や重要文化財というのは大変貴重なものですから、その形を壊すことなく、こちらのお部屋では非破壊的方法で分析が行われているんです。ちょっと見せていただけますか。結構重いもんですね。はい、すっかり色が変わってしまってますけれども、はい、錆が埋蔵中に、つきまして、はい、こういう状態になってますが、この辺はだいぶ、まだ綺麗な、はい、光ってますね、はい、そしてこの機械で分析をしていただくわけなんですけれども、はい、ここが照射口がありますが、はい、ここに測るものを置きまして、蓋をかぶせて、でここにありますのがX 線の環球で、これが資料台の下まで入ってます、はい、で下から、資料に X 線を当てますと、どういう元素がどのくらい入っているということが分かるわけです。じゃあ早速お願いします。はい、例えばこういうデータがいくつかあって、はい、そこから品物が本物であるか偽物であるかという判定にまではいかないでしょうか。そういうことを言うためには、その時代に作られたものがどういう材料からできているかという細かいですね、データを我々の方で持っていなければ言えないわけです。でこの場合は確かに、イランから発掘された材料であるということから、3000年前にイランで使われていた青銅器の武器の中の、剣ですが、はい、そういうものの標準的なデータの一つが、取れたというわけですから、古代オリエントのデータっていうのは多い方なんですか。いえ、我々の方ではデータの非常に少ない部類に入っているわけです、というのはそういう発掘をした時とか、そういうチャンスでないとなかなかそのはっきりした出所のはっきりしたものがないわけですから、我々としては日本のものと違ってそういうものを分析するチャンスがないものですから、データが非常に少ないわけですね。なかなか難しいですね。難しいです。本当にこれが7000年前のものであるかどうか、科学分析で見ていただこうと思って持ってまいりました。奈良教育大学の市川先生にお願いいたします。まず最初に測定のための資料を採取をしますが、技術品ですからなるべく目立たないところをドリルで削り落とします。超音波洗浄をしますと、この瓶の底に黒く見えますように粘土と鉱物粒子が分離して、鉱物粒子が下にたまります。これが試料になります。今試料を加熱板の上に載せています。加熱板に試料を乗せて温度を上げているところです。この熱発酵曲線は土器から取った試料をそのまま
熱発光させたもので、はい、その資料にコバルトのガンマ線を800ラド照射した後に描かせたのがこの上の発光曲線であるわけです、はい、で従いましてこの2つのカーブのこの差が800ラド相当に当たりますので、それから、この時の受けてきた放射線量を測りますと、正確なことは言えませんけれども、だいたい1500年ぐらい前のものではないかということが言えます、普通土器の年代測定法といいますと、このくらいの土器を粉砕しまして、はい、きちんと測りますと、だいたいプラスマイナス 5% ぐらいの年代が現在測定できます、はい、でただ心眼判定の場合には、先ほどお見せしたようにわずかな量しか採集できませんから、ああいうわずかな資料で正確な年代を求めるということは難しいわけです、うん、まあ今の VTR の中の証言で、この日本を代表するような国立のこういう研究機関でも、こういう中近東の古代中近東の金属器とかガラス器のこう鑑定能力にはまだこう限界があるという非常に率直な証言があったわけですけど、まあ杉山さんには率直に言っていただいて、今この日本におけるこういうこうペルシャ関係の美術ですね、これのこう研究の学問的水準というのはどの程度のところにあるわけなんですか。これはまあ私なんかもそうなんでございますが、戦後なんですね、うん、結局文献その他では戦前からなすってる方あったんですが、まあ、発掘に出かけていくっていうの、うん、のも戦後でございますし、それからそういうものがどんな状態で、ま入っていたり、それからどんな形で出てくるか、ましてそういうものを、我々が手に触れるというようなことっていうのはここ20年ですね、うんうん、でやはりこれは学者だけじゃないコレクターもみんな、骨董屋さんもそうなんでございますけれども、戦後のそういうこの歴史の浅さというところにですね、どうも今度の事件のその真贋という問題を含めて、やっぱりいろいろな問題がやはり絡んでるんだろうと思いますね。中国美術に対する交流の深さなんか比べると、やっぱり距離の遠い世界であったということになるわけですね。はい、そうでございますね。そうしますと、今例えばその、日本なんかよりも、まあ、ヨーロッパ、特にイギリスとかアメリカなんか相当やっぱり中近東へのこう研究は進んでいるに違いない。でまたこうイランやなんか、ああいう中近東自体でもこの当然現地ですから研究進んでるでしょう、はい、そういうところとのこの研究の交流なんていうことは今どういうふうになってるわけですか。学者の、まあ、交流っていう意味ではですね、国際学会みたいなものがあるんでございますけれども、はい、うん、実はこれは非常に図像的な問題とかそういうものが多くて、心眼の問題っていうものを取り上げてくるという話題にはならないし、なそれからまたそういうものの具体的なデータの交換というものが非常に難しいんですね。っていうのはこれはやはり外国の方特にそうなんですが、うん、自分が研究の発表をするデータは公表してからでないと他に渡さない。そのためにどうしてもですね、それ以前のいろんなデータを欲しいと言っても、まあ、もらえないというのがまあ現状なんですね。そうするとその歴史の浅さを背負ってる日本は、結局データをやっぱり我々自身で蓄積していく以外ないっていうこと。おっしゃる通りだと思います。ですからまあこれはやはり将来に期待をするより仕方がないというところもありますね。いや、その点今日は実は石黒さんが大変面白い資料を一つ持ってきていただきましてね、これはイギリスのオックスフォード大学のラブラトリーが出したこの鑑定書なんですね。でこれはこの依頼者が、今から多分5000年前のものであろうとこう考える、これ柱っていうんですか、この陶器をこの、まあ、鑑定を依頼した、それを向こうはその粉にしてそれを分析してくれと。でずっとこう読んでまいりますと、ここの向こうのそのオックスフォード大学の回答が出ておりまして、これ5000年前どころか単にこの100年以上前出ることはないであろうという、まあ、これほど不愛想な答えもないと思うんですけど、そういう答えになってるんですね。でところがこれは後日談がございまして、いやこの陶器は実は本当にある部分5000年前のものであったんだそうです。ところがそれいろいろこの古代の補修が加えられた、でそれをこの科学的に分析する、その古代に補修が加えられた部分のこう鑑定結果がこう出てきてしまうという、まあ、こういう点ではオックスフォード大学の鑑定といえどもまだまだその曖昧な部分があるということになるんでしょうけども、しかし考えてみるとオックスフォードならオックスフォードが
こういう鑑定をしてくれるっていうことはなんか大変ありがたいことに思えるわけですけど、石黒さんいかがでしょうか。あ、それはもう非常にいいことだと思いますね、うん、それで、結局そういう鑑定の結果を心眼をあれする一つの資料にみんなしてるわけですから、はいはい、これは日本の例えば民間人がこうオックスフォードに頼んでもやってくれる、はいはいはい、どのくらいでやってくれるわけですか。4万円ぐらいでやってくれる。それでそれがあのオックスフォード自体も、はい、資料の蓄積になるわけですから、うんうん、そうですね、はい、それはあの鑑定をするオックスフォード大学の方が勉強になる、はいはいはい、っていうことになるわけですね。金を取って蓄積を資料する、うん、そういうことですね。さあ日本ではそういうこの民間から金を取って勉強するみたいな仕組みってのはできておりますですか。全くないんですね。でこれはあの本物と偽物っていうのはこれ一種の戦いですね、はい、ですから私やっぱりあの犯罪研究所みたいな科学捜査ですね、はい、ああいうその警視庁の犯罪捜査の研究所と同じようなものがもうできなきゃいけない。これはもう我々もう切実な問題になってまいりますね。まあ、我々素人が考えるとこういうことはもう本当にこの相互にデータの交換なんかスイスよく行われているのかと思うけど、現実の世界ではなかなかそうはいかないとなると、本当に我々自身で本物とは何かということを徹底的に目とそれからデータの力を養っていかなきゃならない。そういう点では今日は石黒さんにその心眼を考える手がかりとなる材料をいろいろこう石黒さんにお持ちいただきました。石黒さん、まず一番こちらのこの銀の上書き帽子みたいな、これはどういうふうなものなんですか。これはあの佐山町の船形杯って言いまして、あの武道酒を飲むコップなんですね。でこれはあのご覧になれば分かるように全然スモンのものなんです、はい、そうですね、ツルツルしておりますね。ところがこのスモンのものっていうのは割合とたくさん出てくるわけで、このスモンのものに何かちょっと加工すると値段が10倍15倍に上がるわけなので、こちらはこのボディはいいと思うんですが、この中の模様はどうもちょっとおかしいと思うんです。その向こうの水差し、それはなかなか面白い、うん、これはあの初期イスラム左山町末期のガラス器なんですが、はい、これは非常に面白いことにはコーニングのグラスミュージアムのですね、はい、研究所にちょうどこのものが出ているわけなんです。しかし取っ手がないですね。この取っ手はあのプラスチックなんです。はあ、なるほど。それからあれで写真で見ればはい、分かるようにここの上は完全にくっつけてあるわけです。ですから下のボディとこの上の部分はこの時代のものなんですが、うん、別のものを持ってきてこれに取り付けたわけです。2つを結合させてしまうと、はい、その途端に偽物になるわけですか、はい、結合させてそれで取っ手をつけてこういうものを作ったわけです。なるほど、なるほどね。さあその向こうの渦巻き模様のある小さな壺、可愛らしい壺、はい、こちらはあの地中海の紀元前3000年ぐらいのキクラデスの土器の壺なんですが、はい、これはバラバラ の私がこうくっつけてですね、それで復元したわけなんです。でこういったものはこの部分は完全に本物である。ああ、そうですか。その渦巻き物のところは本物なんですね、はいはい、それでこういう復元をしたものがはっきり分かるっていうものはまあ学術的っていうか考古学的には価値のあるものなんです、うん、よくあの博物館の埴輪なんかをこういうふうにしておりますね、うん、もうここから明らかに補修であるっていうのをはっきりさせてる、はい、さあその背の高い上にこう炎のみたいなのが出てる、それは何でございますか。これはあのエトルスカンといいましてローマの一つ前の時代の偽作者はおそらくこれを象牙だと言って売るつもりでしょうが、実はこれは牛の骨かなんかだと思います。ですからこれは非常な珍品を欲しいという人に向けて作られた悪意の、なるほど、買い手を騙すための偽作、はいはいはい、偽作だと思います。贋作なら、ね、はい、一番向こうにありますガラス器はこちらはあのさっきの、うん、ガラス器と同じようにおそらくフッ化水素かなんかでもって、うん、作ったローマングラスの偽作なんです、うん、ただしこれはあのベニスでもって、よく売っておりましてですね、うん、裏をこうにご覧になると分かるように2500リラですね1000円ちょっとのものなんです。ですからこれは善意のまあ模索というお土産品ということになる。さあそれで次は美術商の立場、コレクターの立場としてその中で
値打ちがあるって言うんですよ。結局値打ちのあるのはこれとですね、はいはい、それからこの中にあるんではこれとこれですね。はっきり補修してあるものと、それがたくさんではするけれども、はい、ちゃんと時代物であるという、はいはい、それはいい加減な手書きが書かれてないという、はいはいはい、あとのこういうものはもう全然価値なし、価値がない、はい、中には悪意のあるものもある、はい、ということですね、はい、杉山さん、考古学の立場からおっしゃるとこれはやっぱり値打ちのあるのはどれ、値打ちがないのは逆にどれでしょう、はい、ですから、まあ、私たちの場合も悪意のある贋物ですね、はい、それからあの先ほど合わせて作っているものなんかもですね、はい、まあ、これはあのもちろん売買ということの中でのことをちょっと度外視すれば、はい、やはり意味はあるわけですね。なるほど、はい、ですからあのそれをマリージピースというような意味で、はい、我々はあの珍重している場合もあるんです。同時代ものを2つくっつけちゃうのをマリージピースっていうんです、はい、結婚させるわけです、はい、そういうことなんですね。なるほどね。さあ、しかしそういうやっぱり2つの立場ともやっぱり悪意のある贋作っていうのは誠にこの有害であるという結論が一つここで出てきたわけですけれども、しかしそういう悪意のある贋作がですね、堂々とこの日本市場をめがけてこうやってきている、こういうふうにこう日本市場が狙われるのは一体なぜなのか。ある説によりますと、この今日本にはこう平和と繁栄、それが経済大国になった陰で相当このダーティーなマネーがだぶついている、そのダーティーなマネーをめがけてその悪徳業者が外国からその美術品を持ち込んで入りきているんじゃないかと、そういうこう話があるわけですね。その辺の詳しい事情を次のコーナーでとっくり見つめてみたいと思います。ペルシャのユダヤ人から見たら、それは当然その組織立ててですね、例えば私がいるロンドンでも週に一遍ぐらいペルシャ人のペルシャ系のユダヤ人たちはそのパーティーを開いてね、情報交換してますしね、あのそういう情報交換の中で今度は日本人がこういう日本人が来るからこういうものを向けてやろうとかね、どうせあんなものは日本に持ってったら分からしないんだとか、あの学者はもう自分が金やってるから大丈夫だよとか、そういう中で問題が起きてますからね。悪いディーラーで、こういう偽物を日本に持ってくるディーラーは、あの必ず日本の中にかなり、いいアシスタントが持ってると思います。で、こういうアシスタントは、こういういろんな情報、まあ、例えばあの A のコレクターはあのガラスのものは好き集めてると。それからいついつかの例えば土地売ったとか、あのたくさんのお金入ってるから、あの今は行ったらあのかなり売れますとか、正確の情報を完全に正確の情報を分かってる、でこういう情報に教えてるんです。まあ、向こうがこういうしたたかなシステムと情報で攻めをかけてくるとすると、こっちもよほどしっかりした心構えでこれ対応しなきゃならない。その点で今日本のこういう古美術界に一体何が求められているのかということ、まず学者の立場から杉山さん一言おっしゃっていただきたいんですけれども。そうですね、やはり我々、経験を豊富にするというか、それから私は学者だけじゃなくて、骨董屋さんもコレクターもこの同じウェイトで、ものが言えて、そしてお互いに研究をする場を持つということですね、これが一つ欠けますというと、これはもう立たないわけで、やっぱりこれをこの3つをピシッとこの上に乗せて、そして、情報の交換をし、はい、なおかついいものを日本に残して、次の世代に、持ち継いでいくということをですね、はっきり意識することが私一番これから大事な点じゃないかと思います、ね。はい、金の足のように学者とコレクターと美術業者がこうしっかり立つということですね。はい、そうですね。さて、その美術業者として、そしてコレクターとして、石黒さんのお考えどうでしょうか。まあ、美術商としてはですね、こういったものは本当に文化財で、普通の商品と全く違うんですから、うん、そういうこの文化財を扱って、や個人のコレクターにですね、できるだけいいものを国としての富、国の富として持たせるという自負を持っていなきゃいけないと思うんです。それからコレクターとしてはですね、できるだけ純粋な気持ちでですね、自分が美しいと思ったもの、自分が非常に興味があるものというものを買って
だんだんそれによって自分の知識を蓄積していくっていうのがコレクターのやり方だと思います。それでもっていいコレクションができるんだと思います。ともかくこれが文化財である人類の宝であるって意識を持つことと、それがやっぱり自分の目を信じるっていうか自分自身をやっぱり確信を持つっていうことですね、はい、さあそれじゃあこの点についてまたここで2人の人物の証言を聞きたいと思います。本物を安く買えるとか、ある意味のうぬぼれの中でね、みんな引っかかってるんですよ。そうするとその自分の目に限界があるということはやっぱり騙されてしまうこともあるわけですね。それは当然ありますよね。だけどそれはねやっぱり欲ですよ。欲と不安とのねバランスなんですよ。だから欲をかきすぎると不安を打ち消して欲に走ると偽物買うし、不安だけだと本物を見失う時もあるでしょうし、だからいかに本物あの欲とね不安とのバランスをね保つかですよね。だからそういうふうなことがやっぱりどうしても欲が働きますからね、そのバランス崩しちゃうわけでしょ。と欲に駆られて安く本物が買えたって喜んでね、後で考えたら偽物だったって、それは私だってありますよね。私が見て 7,8 割おかしいんじゃないかなと思っても、これはダメだと偽物だというふうに断定できないと、やっぱり 2,3 割のその夢が捨てきれないんで、それともう一つ値段がこなれてるっていうんでしょう、まあ手が出せるような安い値段ならばこれはちょっとおかしいと、おかしいけどもまあやっぱり自分にはっきりした鑑定がないと、やっぱり 2,3 割のそのよもやにしかされて、やっぱりその誘惑はありますね。どうしてもこう捨てきれないですね、そういうのは、はい。まあその欲と不安のバランスって言いますか、まあ私に言わせればバランスというより欲と不安の確執って言うべきだと思うんですけれども、ともかくその 2,3 割の可能性にでもやっぱり夢を見てしまう、これはやっぱり本音であろうと思います。そしてそういうこう夢に対してですね、こうやっぱり私たち捨てておけない一つのポイントだと思いますのは、あの例のイラン革命の時に、まあイランの王室が崩壊して、その時にそのイランの王室の国宝級の美術品がどっとこの海外に出た、世界中に散らばったというふうな、そういう話がこうやっぱり今なおこう信じられている向きがあって、さあそうだとすると、今後もそういうこの例のイラン革命の時の出物だというようなペルシャものが日本へもどん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 こう来るかもしれないわけですね。そこでこの証言を一つお聞き願いたいと思います。 After revolution all the good dealers high class top dealersthey came out from Iran, and from that time, since that time, not much antiques of Iran is coming out from Iran. And we don't expect to have good things and many things from Iran. If they say they brought many things after revolution to the world, it is lie. It's not true.まあ、非常に冷めた証言であったわけですけれども、誤解を避けるために一言しておきますけど、今日は偽物をひたすら扱いましたけれども、実はその日本という美術国は偽物以上に本物もたくさんある国だということ、これはぜひ一つ、認識しておいていただきたいと思います。ただこれは私の見解ですけどもね、どうも私たち日本人は何かこの未来に夢を持つよりも古代に夢を持ちたがる民族なんじゃないだろうか。もうシルクロードとかペルシャって言われても急にこう胸がドキドキするようなところがあって、ここに今のそのペルシャもののブームの一つもあるんじゃないかって感じも、まあ、これは私の見解です。ただ今日の番組ずっとこう司会してまいりまして、これだけこの日本にその古美術の構成がかけられているということ、そしてそこで私たちがこう示す反応っていうのは、まあ極めてある意味でこう日本人的であるということ、もちろんこれは本物偽物の世界っていうのはそれはもう日本だけに限らずどこだっていつだじゃやってあるでしょうけれども、やっぱりこういうケースが起こると我々こう日本人のこうメンタリティみたいなものがこうむき出しになるということ、で特に今はこの国際情勢の中で日本にラブついてるあぶく銭みたいなものがこの狙われているということ、これは一つ大きなやっぱりポイントではないかと思います。そしてこれに対する私たち一人一人がもう本当に美的感覚を持って本物と偽物を見分ける目をこの養っていく、そしてその本物と偽物のデータをこう積み重ねていく、それは非常にこう重要なことであると同時に、我々やっぱり今の国際情勢国際感覚というものを養っていくということも非常に大事なことなんじゃないか、そんな気がいたします。では最後にこのオリエント美術館や他のコレクターの所蔵に関わります、これこそ本物中の本物という、それを見ていただいてこの番組を終わりたいと思います。本当に今日はどうもいろいろありがとうございました。